ちょっとあのお尋ねしたいんですけれども、雑誌ですかね、モノノフの神髄という、郵便物が、僕あのうちで申し込んでないのにうちに来たんですね。あといってもですね、多分これちょっとあのですね、多分あの誰かがいたずらしてやったんですよ。多分ちょっとうちの住所を使ってなんかまあ悪いことをしてる人がいるみたいで、多分その人がこうかあのわざとあのはいお宅のちょっとあれを頼んでうちになんかこう届けさせたみたいな感じなんですね。それあのこっちこそちょっと申し訳ないんですけれども、それであのなんかまあモノノフの神髄創刊号というまあの届いて、左上に、料金効能っていうから書いてて、これってあの料金を後でこう支払うっていうシステムです。あじゃ あ, あのこれ送あのこれが届いたからといって、私がなんかお金を払わなければならないというわけでは。あそうなんですか。あそうですか。あの返還とかしなくても大丈夫ですか。あそうですか。あ、なんか、あ、はい。あの、こちらこそなんか、ご迷惑をおかけで申し訳ありません。あ、ということ、あ、はい。どうもありがとうございました。まあ、この、料金効能って書いてあるので、左上に。俺、ちょっと、世間知らずなんで、これなんか届いたら、俺がなんかこう、後からお金払わなければならないのかなって、ちょっと、思って気になってね、こう電話しました。うん、なんかまあこれパンフレットなんですかね、モノノフの神髄っていうのがなんか届いたんですけど、なんかこうまだ可愛いですよ、まだ可愛いですけど、これはなんか笑えるねあれだから、まあ、うん、料金支払いの、ね、義務も別にないっていうことだから、まあ別にその、まあこれはこれでなんていうか、まあ俺は見逃すけれども、あんまりね、なんかやっぱこういう悪質ないたずらは、やめてほしいです。やっぱもっとエスカレートしてきてね、こう本当に、ちょっと感化できないっていうなったら本当に警察に行きますし、まあ普通にこういうのって犯罪じゃないですかね。人の住所になんかこういろんなとこからなんかこう登録して送りつけたりとかするって犯罪じゃないですか。わかんないですけど、まあ極めて悪質な嫌がらせということに変わりはありません。これはまだね、なんかまあかわいいような感じするけど、でもこのね、会社に多大な迷惑をかけていますし、やっぱやってはいけないことですね、こういうのはね。だから、ちょっとね、やっぱりこういうのでこう犯罪とかね、こうなったりすると思いますから、まあね、悪質な嫌がらせはやめていただきたい。